で、さっき今ご紹介いただきましたように、要するにもともと今状況としては K コンピューターというものがありまして、私自身も、理研 HPCI という組織の中でそこに、関わっております。で、そういう状況の下で、今データベース、場違いかもしれないんですが、とにかくスーパーコンピューターというものの環境と、そのビッグデータなり、もう少し広く生命科学、計算生命科学というふうに申し上げますが、そういう立場で、なんか整理をしてできたら、皆さんと一緒にこの HPCI という世界に入っていこうではないですか、というふうなことを申し上げたいというふうに思っています。そのポイントは、要するに情報データベースを使う、もしくは情報を使うというところは、すでに HPC の一部分である、ハイパフォーマンスコンピューティングですね、スーパーコンピューターを使うという世界ですけれども、で、そのために今 K という計算資源がございますけれども、そればかりでなく、今後含めまして、そのための計算資源というのを整備していく必要があるということを皆さんにご理解いただいて、一緒にその方向に進めたらという、なんかそういうふうな気持ちがございます。なんか実に、サイエンスの話とはちょっと関係ない話になるかもしれませんけど、まず HPC とは何かっていう話ですけれど、先ほど申し上げましたように、単にハイパフォーマンスコンピューティング、要するにスパコンレベルの計算機を使いますよという、それだけの話のなわけです。本来は大きな計算資源を要求する計算で、決してシミュレーションっていう、そういう世界の話だけではございません。ところが、これは非常に 長いといっても、まあそれほどではないですけれども、長い歴史と、そこでの確々たる成果っていうのがある、歴史があるということで、 HPC というのはただ単に現状としてですね、大きな計算をするということだけにとどまらず、そこにある種の色合いが出てきている。で、そこはもしかすると今現在の計算生命科学と言われるところと必ずしも、適合性がないかもしれない。なんかそこら辺のところの、塩梅を少し申し上げたいと思います。で、いつも出てくるこのヒストリーの一番大きな、成果といいますか、見せ方として非常に有効なものはムーアの法則ですね。で、これはまさにその発展の推進力であったと同時に、これ非常に不穏とは言い方ですけれども、そこでの成果があまりにすごいので、その成果を継続するっていうことが目的となってしまうぐらいすごい成果であるという、そういう意味で、捉えていただきたいと思いますが、で、そのムーアの法則っていうのは、実はムーアは言ってないんだとかなんとかっていろいろ話がありますけれども、とにかく現実として、学生には絶対使うなと言いながら私は使うんですが、ウィキペディアからちょっと取ってきましたが、本当にこれ、縦軸が、ログスケールです。で、横軸が、ノーマルスケールの年ですから、年ごとに、指数関数的に増大する、恐ろしい増大の仕方ですけど、それが、基本的にはトランジスターの集積度がこのように上がってきているという話です。で、当然このトランジスターの集積度と申しますのは、あらゆる計算機、あらゆるそのプロセッサーに使われているわけですから、必ずしも HPC の話だけではないわけです。で、それにもかかわらず HPC と言われるところは、このようにこれはトップ500から取ってきているわけですけれども、より早く 1.13 年で2倍になるというぐらいなスピードで、性能が向上してきている。その先端のところあたりに K コンピューターというのがあって、ほぼ丸1年ほどは世界で1位であり続けたというところがあります。ところが、その1位であり続けたというところの、縦軸ですね、計算機の性能というのは、リンパックという非常にシンプルな、スタンダードがありますけれども、それが、まあ、その本当に正しい尺度であるかどうかといういろんな問題がありますけれど、それにもかかわらず、こうなってきている。で、ちなみにこれは一等賞の一番速い計算機のパフォーマンスで、これは500番目、トップ500ですから500番目もあるわけですね。で、これがその全部を足したもの、ログスケールですから、縦軸はこの差は相当あるわけですけど、500を足すとここまで来るという、そういうふうな話です。で、こんだけ速くなっている、当然のことながら、
このいや今申し上げるのはこの話なんですけれども、これだけで済む話ではない、 すごいその、世界があるという話です。これは私が触ってきた計算機の、例を出してますけれども、例えば、学生の頃ですね、これはスカラ計算機、4CPU といっても4つ計算機があるという趣旨のものですけれども、スカラコンピューターの世界から、それから、ベクトルプロセッサー、ファクモの VP400E、 これはそのあたりになんか元の同僚がいらっしゃいますけれども、そこで、使ってきたものです。でさらに、パラレル計算機、並列計算機というのが出てきて、今の大学で使っている、一番最初に出たのは 128CPU、 1コアが1プロセッサーのものですけれども、だいたい12兄弟ぐらい使って、大きな部屋で12兄弟こう並べて相関だったわけですけれど、今や2兄弟。ところが128コアだったものが5760コアだし、で2兄弟クレイの XC6 を今使っていますが、というぐらいに、とにかく全く違うアーキテクチャで、要するにこれだけでは絶対にそんなこんなパフォーマンスは出てこない。我々の計算機この辺を張ってるわけですけれども、例えば K がこの辺に来るという、それだけの話で、これだけで出てくる話ではない。ここはこことして、技術として非常に、強いものがあるということがあります。でさらに、現在はアクセレレーターやら、GPGPU ですね、それからベニーコア、典型的な、例出してますけど GO5 のようなそういうふうなものが出てきて、さらに、異なった世界に入ろうとしているわけです。そのように技術的な革新、計算機科学としてこのリニアリティを保つということが、どんだけその技術革新を必要としてそれを達成してきたかという、すごい話があるわけですね。でそれに伴って、例えば我々がほとんど原理的には、私はモレキュラーシミュレーションの、分野にいるわけですけれども、原理的なところは一つも変わらないんですが、ところがこの時に使っていたコード、この時に使っていたコード、さらにパラレルになったところで、コード自体は非常に変わってきている。これらを使いこなすために非常に、大きな努力が必要になってくるということがあります。それが計算科学という分野で、本当にこれらの計算機を使って頂点に立つような非常に尖った計算をして、今までにできないことを達成するっていうことを、この流れと、ともに計算機の、資源の、高効率化に伴って、それを達成してきたのは計算科学、計算機科学と計算科学がここまで非常に強く、進んできたっていう事実があります。このヒストリーがあるので、例えば HPC といったところでそれなりに、色がつく。その色がつくということは、例えばスカラ計算機であれば非常に汎用性が高い。ところが例えばベクトルになったところで、例えばドゥループで繰り返すということが非常に多くないと、なかなか速くならないというところで、ここに適した分野が入ってくる。もちろん計算科学の人たちはあらゆるアルゴリズムをそれぞれのアーキテクチャにアダプトさせるような、アルゴリズムを作ってきているわけですけども、それにもかかわらず、今で言えば並列計算っていう考え方に最もアダプトした分野がこの HPC の中心にならざるを得ない。 それで初めてこれらの計算資源が活かせる。ではその、並列計算っていうことの思想は何だろうかっていうことを、まあ、若干素人であるわけですけども、それをご説明すると、ケイパビリティコンピューティングに対するキャパシティコンピューティング、さらにストロングスケーリング、ウィークスケーリングとか、そういうふうな話で説明をしてみたいと思います。で、現在並列計算をするというパラレルコンピューティングの世界にいるわけですけども、ここの一番の困難さ、何を乗り越えて、ハイパフォーマンスを実現するかといいますと、要するに異なった、その計算機を同時に使うわけですから、その間のデータのやり取り、通信ですね、そこの効率化、もしくはできるだけその通信を抑えるというアルゴリズムを作らなければならないっていう、そういうふうな、そこが最も大きな、チャレンジなわけです。
でスケーリングという話を申し上げますと、通常ストロングスケーリングとウィークスケーリングという形で並列化の法律が、議論されます。でストロングスケーリングといいますのは、一つの問題、なんか特定のサイエンス、テクノロジー、エンジニアリングの問題があったとしますと、それを多数の計算機、CPU、コアで、分担してやりましょうというふうな、これからこれへどれぐらいそのスケーリングしますかという話になるわけです。その時に当然たくさんの計算機が入ってくるわけですから、例えばこの台と書いてありますのは実際の演算の量に対して、そのこのデータコミュニケーション通信の量がどれだけになりますかっていうその費用を考えた時に、やはりその相当程度、通信の量が増えてくる、その通信の量が増えるにもかかわらずスケールしますねとか、なんかそういうことを言うために一生懸命頑張るっていう世界があります。まあとにかくその通信が増えるのでなかなか難しいというところで、これ乗り越えればもう素晴らしいんですけれど、もう一つはウィークスケーリング、こちらの方は例えば一つの問題があったとすると、その問題をこう積み重ねる、言ってみれば、一番典型的な例が、気象の世界が一番分かりやすいと思うんですが、私は素人ですが、例えば地球シミュレーターという一世代前の、スーパーコンピューターのトップに立ったものですと、あれで初めて地球全球、全部の地球をメッシュで切って、シミュレーションすることが可能になったということで、例えば日本の近傍に限られていたものが全球で可能になったというふうな形で規模が大きくなる。逆に例えばゲリラ豪雨のような話ですと、ごく、ローカルなところで起こるいろいろな、対流ですとかいろいろなものを計算するということがありますと、例えば一つの問題があったときにそれをメッシュを細かくしてやる、本質的に連続体ですからメッシュを細かくするというのは規模を大きくするというのと、ディテールは随分違いますけれど一緒だということになります。そうするとこの場合は一つの計算がたくさん増えるだけですから、これらの間にコミュニケーションがあったとしても、例えば境界だけで、コミュニケーションがあるということで、それほど大きな、データの、通信量の増大はそれほど大きくはない、もちろん増えますけれども、それほど大きくはない。したがって巨大な計算機になればなるほど、どちらかといえばこういうフィロソフィーで巨大な計算機が使われている。そうするとこれが可能なもの、要するに巨大であったり高精細であったりできるものっていうのは、基本的には K が扱っている K がある種平身対称性があるとか比較的均質であるとかっていうことがあれば、それが容易なわけです。でちょっと考えてみると、生物生命系っていうのは、ああちょっとこれは苦しいかなというのがちょっとご実感いただけると思います。でそれに対して、こちらの方に行くわけですけど、それをしかしながら計算科学、そのせっかくこういう素晴らしい計算機があるんだから他で絶対にできない計算をしましょうよっていう考え方ですね。要するにこれは一つの計算機で全てこう行う、一つの大きな問題を一つの計算機で行う、これをケイパビリティコンピューティングというふうに、計算科学の世界では呼んでいます。それに対して例えばもっと小さな計算機でもできますよ、だけど、それをこう寄せ集めてきて大きな計算機でやりますよ、これをキャパシティコンピューティングと言います。で当然のことながら HPC という世界はこちらをより重要視する、これがあって初めて頂点に立つ計算にが意味があるんですよ、これだったら分割してやればいいじゃないですかっていう話になるわけですね。でじゃあ我々はどちらでしょうかという話になると、どちらかというとこちらの方ですよねというふうな話になって、少しその HPC という世界とは違和感が出てきてしまう。で先ほど申し上げましたように、現状の HPC というのが、K コンピューターというところに、集約されているというふうなところがあるわけですけれども、そればかりではなくて、その時に民主党の事業仕分けの成果だというなんか変な言い方もありますけれども、本当に優れたものとして決してこれだけではなくて、日本中のスーパーコンピューターと呼ばれるものが、例えばワンストップで、使えるとか、そういうふうな
制度が出来上がって、これがハイパーフォーマンスコンピューティングインフラストラクチャーというふうに呼ばれるような制度で、今実際にだいたいそこに提供されている計算資源を足し合わせますと、まあ来年のあたりになると3ペタフロップスぐらいはあるので、それほど遜色はないというふうなことが出てきています。これだけ計算資源が増えている、それが日本の現状であるわけですけれども、その中で我々が関わっている例えば HPCI 戦略分野っていうところを考えてみますと、そこに多分現状での HPC で何が行われているかっていうところの何でショーケースといいますか、非常に優れた例が揃っていると思います。でようやくライフサイエンスの分野もこの HPC の世界にこう足を突っ込み始めたというところです。で初めて足を突っ込み始めたのが多分分野として初めて出来上がったグランドチャレンジといいます、この一つ前のプロジェクトでそういうふうなところが始まったわけでありますけれども、とりあえずちょっと見ていただいたらお分かりになると思いますけど、例えば分野1が、生命科学、分野2が、例えば材料等、それから、気象、それから地震とか津波とかそういう話、それから、工業的な製品、例えば風洞計算のようなところ、それから、宇宙素粒子というふうな分野、これ見ていただいて、私も素人ですからそれほどは申し上げられないんですが、まあその平身対称性があるとか禁止であるとかっていう意味でウィークスケーリングという意味でスケーラブルな世界ですよね。で要するに HPC という人たちがそのこれまでにヒストリーで、トップに立つような計算をしてきた分野がここに揃ってるわけです。だからケイパビリティコンピューティングをやってきた人々なわけ、それらの人たちが分野2から5番です。そこに分野1生命科学が足を突っ込んでいるというそういう状況ですね。だけど決してその方法とか内容に関して例えば分子シミュレーションというところではこういうところがやられてますし、それから臓器全身というのはここの技術が使われているというところがあって、それなりに頑張ることもできるんですが、でちょっとだけ脱線をします。どれほどその成熟度が違うかというので、いつもあまり適当な話題ではないんですけれども、こういう質問を受けます。この計算を達成するためにどれほどの計算資源が必要ですかという質問を非常に頻繁に受けます。で例えば先ほどの HPC の中にいて十分なヒストリーを持っている人たちはこれを簡単に言うことができます。要するに計算方法が完全にエスタブリッシュしている、でシステムはスケーラブルですから問題を設定しやすいということで、むしろこの問題が消える、目的が消えるぐらいなところで計算の方法を言えばその目的も非常に明快に出る。例えば気象のシミュレーションというのも実際に天気予報で使われていたり、それから、例えば、風洞実験とかなんとかっていうのもほとんど実際風洞っていうのはなくて計算機で行われている。それがどんどん詳細になればなるほど精度が上がってくるというそういう世界が出来上がっていて、最近聞いた話ではある実験で最近実験データがようやく技術的に進歩してきて計算とだいたい4桁ぐらい合うようになってきたんですよって聞いたんですね。驚くというか何というか逆転してるというかすごいですねというそういうそれだけマチュアになっているっていうそういう世界です。それに対して我々ライフサイエンスの世界では どんな感じのメンタリティを持ってるかといいますと、こうは言わないんですね。計算というのは別にいろんな方法がありえますよっていう、まずこの目的を達成するためにどれほどの計算機資源が必要かということを言ってしまいがちになるわけです。その時の答えというのは一通りで決まっていて、この目的というのは生命科学ですから計算でやろうとすると、あれは計算資源無限大欲しいですよということになるわけです。だからその背後に隠れているのは今の計算方法ではできることは限定的よね、だからこの目的は達成できないよね、だから計算資源無限大欲しいですよねというメンタリティになる。それだけこれインマチュアというふうに言うべきなのか本質的にそうであるのかっていうのはそれはまた別の問題ですけども、それだけこちらの方が成熟している、すでに役に立つレベルになっている、それは簡単だからという言い方が生命科学に比べると問題が取り扱いやすいからということはあるかもしれませんが、それだけっていうそういう世界があるということです。 HPC の中にその中に生命科学が足を突っ込んでいる、そういう状況です。
そういう中で、じゃあ我々はどういうことを始めたんですかという話ですけれども、まず後から申し上げますけれども、その中にある、結局4つの課題がありますけれど、課題1、2がモリキュラシミュレーションで、課題3が、全身ですとか臓器のシミュレーション、それから当然のことながら、ビッグデータではないですけれども、とにかく HPCI は HPCI ですから、そういうヒストリーを除けばこれはなければならない。今日のお話はこれを、もしくはまあ全体を含めて、とにかく大量の計算資源が必要なんですよ、だから HPC を使いましょうという、そういうふうな発想でいきたいというのが今日のお話なんですけれど、でその例をちょっと申し上げます。で一つは、分子スケール、昨日まさになんかそういう系の中間報告会というのがありまして、そこでプレゼンをしてきた内容をちょっとだけ持ってきたわけですけれど、例えばこれはそのこれ細胞膜の上に乗っかっているタンパク質なんですけれども、例えばこれは院内感染をもたらす多剤耐性菌の中にあるタンパク質で、抗生物質この場合ミノサイクリンをシミュレーションでは使ってますけど、ミノサイクリンを入れても、これバクテリアの内側で外側なんですけども、要するに外側に排出してしまう、そういうふうな、タンパク質です、多剤耐性の原因遺伝子の一つで、そのシミュレーションをしますよという話ですけど、これ、ヘテロ三量体になっていて、一つのモレキュールがアクセス、次がバインディング、次エクストルージョンで、こちら見るとその120度違ったフェーズになって形が少しずつ変わってくるっていう、そういう、これ仮説ですけども、そういうふうなメカニズムで、排出するのではないかというふうに、これを解いた村上先生が提唱されました。で実際にやってみましょうということで、それが、例えば K コンピューターを使って、まあ、さして大きくはないんですけれども、それでも 25,600 コアを使って計算をしたという、そういう話、まあ、見えにくいんですが、この辺りにミノサイクリンがいて今出始めようとしている、そういうふうなシミュレーションです。で そういうところで、結局生命科学、アルゴリズムはさておき生命科学ですよというふうに申し上げたのは、要するにこういうふうに明瞭に階層があって、それぞれについてシミュレーションを行わなければならないという、そういう状況がある。で最終的には階層を接続して、とにかくまあこのレベルまで到達するということが最終ゴールになるという、もともとの分子生物学の小さいジェノタイプから目に見えるフェノタイプを説明しようという、そういうところの中に入っている分野であるわけです。でこれを考えたときに、2通りモデルが分割できまして、1つ目が、アプニシオモデルというふうに書いてありますが、当然実験データである結晶構造を初期構造として使うわけですが、一度作ってしまったらそれはもう、原理的にアプニシオ、要するに分子の世界ですからこういう相互作用があるはずですねというふうなことを使えばシミュレーションができる。ところが例えばこちらのデータベースモデルというふうに呼んでますのは、全て計測情報に基づいてモデルが作られます。要するに例えば細胞で言えば、細胞も当然いろんな電源ですとかいろいろな情報を使って中にある、分子についても、まあ、今のシステムというものの考え方で扱われるようなものの、実体化というんでしょうか、そういうものがあります。まだまだそのモデルとしては著しくプリミティブではありますけれども、セルので作られているシステムっていうものをリアルな実体のモデル化するというふうなところで、いろいろな外部の実験情報を統合するそのスキャフォールドとして使えるのではないかというふうに考えられます。で同様にして臓器なんていうのは、本当に今ある計測データ MRI とかいろいろな大量のビッグデータを使って初めてモデル化できるというような特性、全身もそうですけど、そこの話、ここのデータベースモデル、ここが重要だよ、ここはまさにビッグデータを使ってモデルを使わなければ作らなければならないという分野になって、でさらに重要なことは階層接続で、例えば分子の世界は分子の世界でとどまるような分子科学の問題ではなくて、生命科学である以上、上流のというか、上層の上階層のところの振る舞いを最終的に説明するものでなければならない、
でそれら全てこういう全身という、要するに本当に目に見える健康であるとか疾病であるとか、そういう問題に関わるところに行かなければならない。にもかかわらず、なんかネガティブなニュアンスで先ほど言いましたけれども、我々のできることは本来やるべき計算機実験というのは、微子的なモデルを作ってやって虚子的なところを説明する、もしくは予測するということがゴールなわけです。で、我々はそれをしたいと思っているわけですけれど、実際に今できそうな話というのは、例えば先ほどの、多剤排出トランスポーターという、そういうふうなシミュレーションをしたというのは、排出しますねっていう、実験データがあって、それを説明するような、シミュレーションをするわけです。で、その時にミクロに見たらこうなってますねという虚子的なことを満たす時に、微子的なレベルでは何が起こってますかっていうことを説明しようとする。計算機顕微鏡という、そういうふうな、使い方をしています。しかしゴールはこれです。これをやりたい。で、その中で一つだけ本当にもうすでにこのレベルに達しているものがあります。階層接続を、足して、さらに予測を可能にしているっていう、そういうレベルのすごいものがあります。それが心臓シミュレーター、先ほどキラーアプリの一つとして、書きましたけど、久和先生の、UT ハートというものです。それは、ミオシンとアクシンの滑りというモデルのレベル、それから心筋細胞、これらはその心筋細胞がこういう形でこういう形で配合しながら、心臓を作っているっていうところ、さらに、全体の心臓、ここまでの3層の階層接続を成功させる、本当にレアなというか、これ以外想像がつかないというぐらいすごいものです。例えばどういうことをするかと言いますと、ここのミオシンとアクチンのアフィニティがちょっとだけ変わる、例えば少しだけ強くなる。じゃあ心臓の拍動にそれはどういうふうに影響するでしょうかっていうことをシミュレーションする。そうすると血流の、なんて言うんでしょう、効率のような意味で言えばいいんでしょうか、必ずしもうまく流れなくなってくるっていうことが見えてきます。で、それはまさに肥大型心筋症の、症状を示していて、ここのミューテーションによって心臓の不全が起こって心臓が肥大化していくっていう、その初期段階を、シミュレートすることに成功していたりします。もう本当にそのレベルで予測可能なところに達している、本当にレアな例ですけども、すごいそういうキラーアプリもあります。しかしこれは残念ながらこういうのはそんなにたくさんあるわけではなくて、もう本当にこれだけという感じのところですね。素晴らしいものです。で、実際こう見えますけど、これこのシミュレーション自体古いもので、絵は実際はこれをちゃんと使ってないんですが、今、K の全径を使えばこのレベルからこのレベルが、1,2 拍動ですかが、程度ですけれど、 K の全径を使えばそれぐらいはこのレベルからこのレベルまでつながるということになっています。で、そんなことを言ってますが、もともとその分子生物学 の、 ヒストリーもありますように、生命情報科学っていうのはまさにその階層接続をするために作られた分野で、ジェノタイプからフェノタイプを説明するっていう、そういうふうな分野として出来上がってるわけです。だから階層の接続という意味では、ジャンプをするっていう意味で言えば、実体を持たない情報の世界が、それはそれは、優れた論理を持っているわけです。だけど当然、現在のではジェノタイプとフェノタイプを直接つなげるのではなくて、間にシステムというものの考え方をして、何かとにかく、どういうモデルかさておき、そういうふうなモデルが、を作って説明するということになっているわけです。そこでですが、例えばこういうふうにモデルというふうに言ったときに、実際そのモデル構築をするということを考えました。フェノタイプを満たすようなジェノタイプをネタにしてシステムのモデルを作りましょう。その時にどういうモデルを作るかっていうところで、これから少しお話しするのは、要するにこのモデルってもう、例えば、グラフライクなバーテクストの、ノードがありますよっていう、そういう世界だけではなくて、例えば実体の角膜がありますよとか、細胞膜がありますよとか、ゴルジがありますよというふうな、なんかそういうふうな、リアルなピクチャーを入れていったモデルを、いろんなビッグデータを使って構築すべきではないか。で、そういうふうに構築すべきだということになれば、構築するということになれば、そのモデルを使って微子状態のモデルからフェノタイプを予測するっていうところにたどり着くことができるだろうということです。要するに
例えば人ネットワークとかそういうものでフェノタイプを予測するっていうことができるようになってくる。その時のモデルというのはいろいろあるでしょう。もっといろんな、計測データを使うことができるというところに行くのではないかということにを考えるわけです。でもちろんそうでなかったとしても、そのシステム動態というのは極めて極めて困難な計算で、それ自体としてすでにビッグデータがあろうとなかろうと、それ自体としてすでに大きな計算資源を要求する計算であるというふうに思います。要するにパラメーターが非常にたくさんあって、そのパラメータ空間でどういうふうなその、例えば、ライクリフッドがどういうふうな振る舞いをしますかというと、そんなに素性は良くないですよね。いろんなことをしてやらなきゃいけない。だとするとそのなんかマルチプミニマの問題があったりして、いろいろな、手を使わなきゃいけないとすると、それですでに、HPC じゃないですかっていうふうに申し上げたいわけです。でビッグデータの話というのは当然のことながら、こういう話が出てきて、さあどうするんでしょうっていう、そういう話ですが、これはまあ 例によっていつも出てくるあの絵だと思いますけど、 NIH で出てきたこれでムーアの法則が乗っかってるからいいなと思うんですけど、これは何を言ってるかというと、これだけすごくムーアの法則っていうのはすごいですねというふうに言いながら、それよりはるかにすごいですよということを言ってるばかりではなく、出てきたデータはムーアの法則の計算機で処理しなきゃいけない。こんだけギャップがあって、出てきたデータのスループットに追いつかない計算資源しかないということを言ってるわけです。だったらとにかく、例えばマシンのサイドにあるワークステーションもうダメね、もう HPC 使いましょうよ、ところが HPC はなんとなくキャパシティコンピューターよそでやってくださいよとかっていうメンタリティを持っている。まあ大っぴらにはおっしゃらないんですがね。でビッグデータはこれどうするんですかっていう問題になってくる。それは HPC でなんか、まあもちろん例えば K 使いなさいなんてそんなバカげたことは申し上げませんけれど、もっと使いやすい HPC っていうものを使わなきゃいけないですよねっていうのがこれだというふうにお考えします。っていうことを考えれば、このシステム動態というところも含めてデータの処理っていうところですでにもう HPC です。原理的な意味では大きな計算機資源を要求する計算になっています。さあ皆さんどうしましょう。でももう少しまたこれもいつも出てくる話ですけれど、例えばサーカディアンリズムでフォスフォリエーションサイクルでこういうふうなモデルが出てきまして、別にこんなの出す必要はないんですけれども、今までのジーンネットワーク等っていうのは多くの場合スタティックですけれども、もう実験方法がどんどん進んできて、それが形次変化を捉えることができるようになってきて、それもネクストジェネレーションシーケンサーっていうものの存在があってのことかもしれませんけれど、とにかくダイナミックなモデルが必要となってきている。だとすればこれも情報解析っていうより、もう時間スケールの問題ですると、シミュレーションですよねっていう、そういうふうな話で、最終的には先ほど申し上げましたように、ビッグデータっていうものを統合していかなきゃいけないというところがあるとすれば、それがそのフィジオンの例で出してますけど、とにかくいろんなものをとにかくあるプラットフォームの上に乗っけて統合していかなきゃいけないとすると、統合先のスキャフォールドというのは、足場はやはりシミュレーターというものになるんじゃないかというふうに思うわけです。それはもうそうなると、シミュレーションとその情報解析って区別しなくていいですよね。情報解析に基づいたシミュレーションというふうに言い方をしてもいいですし、シミュレーション技術を用いた情報解析って言ってもいいですし、これらは区別されるべきではない。先ほど申し上げましたように、データベースに基づいた、モデリングをしなきゃいけないシミュレーションの世界があるというのと全く同じ話です。で時間がなくなってきましたが、で計算生命科学が求める HPC ということですけど、今までのシミュレーションというのは先ほど申し上げたようにトップに立つ、もう本当に先頭に立つような計算をすることが要求されるわけです。でそれを例えば今使っているバッチ処理なんですね、1個やればいいわけですから、先頭に立って1個とにかく到達点があればいいのでバッチ処理でいいわけです。ところが生命科学はやはりキャパシティコンピューティングです。なんでかというと、まずマイケルの論理があります。例えばシミュレーションがあったとして、タンパク質のシミュレーションを行いましたって言ったら、それはそのタンパク質特有のことですよね。だから、モデルごとデータごとに計算結果はスペシフィックな結果が出てくる。例えば原理的に、例えばこのレベルまで達したらば、例えば何かの法則が分かります、そういう話ではないわけです。1個のタンパク質、1人の患者に対して1つの結果が出てくる。もちろんそこでコンパラティブな考察がいるわけですけれども、
で必要なのはもっといるのは例えば変化が欲しい、それ自体の例えば物性値が欲しいのではない、疾患と正常、異常と正常の違いを見たい、そんな両方やらんといかんですよね。でそこまでがデータの論理です。それから計算の論理で言えば恐ろしい複雑系です。そこでやることができるのは決してシンプルなシミュレーションではありません。そこら中に、アンサンブルシミュレーションとかっていう言い方がありますけど、そこら中に、初期値を求めてやって全体を見に行かなきゃいけない。これランドスケープピクチャーと言いますけれども、で実際例えばデータ解析の世界で言えばそれがパラメータスペース、スケール、スペースで起こる。非平行っていう話もあります。それは飛ばして、だから、それを私はデータドリブン、こちらの論理で、要するに計算結果はデータごとの結果である。もちろんそれを積み重ねていろんなことは言えましょうけれど、それぞれの結果が知りたい。それが我々の生命科学の世界です。だからデータドリブンシミュレーションと言いましょう。で、これに必要な計算環境というのは決して多分バッチ処理。例えば今の経緯で言いますと、下手をすると1週間ぐらい条文待たなきゃいけません。で例えばこの機械に使いなさいとかっていうことがあったりして、だけど患者からのデータ出たばっかりなんだけどちょっとまだ間に合わないんだけどとか、そんなことは許されない。最大限の効率で軽コンピューターを使わなければならない。そうだとするともう少し違うデータが出てくる現場のお隣で計算できる HPC っていうものがないとなかなかそこから先行かないだろうという気がしますが、それどうしたらいいんでしょうねっていうのは皆さんちょっとお尋ねしたいところっていうか、私も全然あれなんですけれども、で計算の手法は明らかにキャパシティコンピューティングです。で最後ですが、気持ちとして例えばアプリニシオシミュレーションで先ほどから申し上げているのに、こういうこれ、マッターホルンですけど先頭に立つっていうそういうイメージです。それはそれなりに素晴らしい話であるわけですし、生命科学でもそういう分野があります。で彼ら今までの、成果はこういうこと、例えばこれ、モンブランですけれども1個だったものがそこら中の、計算機がどんどん良くなることによってもっとなだらかな、いろんな人が登れるものになってきますよっていうのが趣旨です。当然のことながら1人が良ければよろしいっていう話じゃなくて、こうなってくるっていうことが重要なわけです。ところがこれそう見るかどうかデリケートなんですけど、年を経るごとにこれトータルですね、これがトップですね、この差縮まっているように見えませんか。これログスケールですから、要するにトップの計算機はすごい、だけどそれを実現するためには随分な国家予算が必要である。例えば軽コンピューターっていうのは、ここどこに書いてあるか、4位ですね、使っているのが12メガワットですね。これベラボーな電力容量、最近これを書くようになりました。中国のに至っては17、18メガワットぐらいですね。こんだけ資源を要求するとなるとなかなかここ立ってこないんじゃないか。もちろんいくつか果たすでしょうけれども、なかなかそうはならないとしたらば、むしろ吉野山に登ってあんまり高くないですけど、そこでたくさんもう本当に桜が咲いていて、そこで酒盛りしましょうよという、ここで本当にいろんなフルーツを取っていきましょうっていうデータドリブンシミュレーションの方が、これからまあ少なくとも生命科学の分野からすれば正しいのではないかというふうな気がします。まあ言ってみれば両方いるっていうことを言わなきゃいけないんですけどね。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you.